はい、こんにちは、栃木の高橋農場です。梨農家のね、梨畑に来てます。で、梨のね、剪定をした枝をチッパーでね、バラバラにして、砕いたものをもらうために今来てます。で、これがね、チッパーで砕いた梨の枝です。で、梨の木の下なんで、葉っぱとかね、そういうのが混ざって半分、まあ、腐ったような状態になってますが、これはほとんど生の、梨の枝のチップになります。で、これを、こちらのね、今姉と二人でやってるんですが、米の袋に入れまして、まあ、トラックに乗せてこう回収するという作業をやってます。で、今日、10時頃から始まったんですけどね、全然袋が足んなくて、新しく買いに行ってきました。100枚買ってきました。多分ここ全部で250ぐらい、この袋でね、250体ぐらいできそうですね。250から300体ぐらいできそうです。今日とあと明日ですね、今日中には終わんないんで、今日と明日ぐらいで2日にかけて、このね、梨の畑の、剪定した枝をね、チップにしたものを回収して自宅の方へね、持ち帰って畑に入れようと思ってます。はい、梨のチップ回収ですね。1日目の動画です。あと1日ありますけどね、よろしくお願いいたします。